338cm、X230cm 33、ウンブリア国立絵画館、ペルージャ。ペルージャの多翼祭壇画は、1470年頃に完成したイタリアのルネサンス期の巨匠ピエロ・デッラ・フランチェスカによる多翼祭壇画である。イタリアのペルージャにあるウンブリア国立絵画館に所蔵されている。この作品は、ペルージャにあるサンタ・ントニオだ。 パドバ協会の新しいフランシスコ会修道院のために制作された。おそらくピエロがローマに滞在してから数年後のことだと思われる。中央部に幼子イエスと共に即位している聖母マリアを描いており、左側にパドバの聖アントニウスと洗礼者ヨハネ、右側に聖フランチェスコとハンガリーの聖ギザベスが並んでいる。最上部には受胎告知がある。 裾そえの上部には、セイクレアとセールチアが描かれ、下部には、フランシスコ界の主要な聖人の奇跡の物語が描かれている。多翼祭壇画の中央部分は、額縁の構成と金字の背景の両方で、まだ古風な形式を表している。実際、ピエロ・デッラ・フランチェスカは、地元の画家によって、 すでに着手されていた作品を完成させるために呼び出されたのである。人物は印象的なほどがしっしりとしており、全身像である。図像学的なリアリズムは革新的であり、聖母が座っている壁眼の玉座の遠近法は細かな注意を払って制作されている。質的に劣るのはプレデンラの作品で、これは実際には弟子の手によるものである。より革新的で、 典型的なピエロの様式は明るい回廊に設置された受体告知の場面であり、その現実と見まがうような情景はルネサンス芸術の最も優れた遠近法的描写の一つとみなされている。ザシングルドキュメンタリーレファレンスツーザコミッションレコーズザファイナルインストールメントオブペイメントツーピエロエスブラザーマルコ。 フーオフンやクテッドアズヒズエージェント、オブ1ゴフィーリニー、21ジューン1468、マリリン・アロンバーグ・ラビン、ピエロ・デラ・フランチェスカ2002、200、ザ・フィー、P53 ラビン2002、201。ありがとうございます。